一郎です。前回のガジエフ戦ではやりたかったことがまるでできなかったという後悔の念一心でありますが、はい、第1ラウンド開始されました。それをどう拭い去って今夜臨んでいるんでしょうか。赤白のスパッツをつけているのがパンクラスイズム金井一郎、対する真っ黒のスパッツが売田幸三、政権会館であります。さあ金井一郎は前回ガジエフ戦全くもって自分では何をやっていいのかわからない、あるいはやる暇も与えてもらえなかったという、そういう結果を残しておりますが、今回それをバネに、あるいはその反省点をどのようにして修正して今夜このマットに持ってきているんでしょうか。近藤選手、はい、まあ、もちろんですね、この金井一郎は昨年の9月久松裕二戦以降ですね、はい、実はとても戦い方がその、まあ、変な言い方ですが男っぷりを上げた戦い方を見せていたんですけども、はい、それが今年の3月のガジエフ戦では全くそういった自分のなんていうんですかポテンシャルというものが、はい、うまく発揮できなかったように感じるんですけども ね、まあ、でもああいう日もありますからね、どうしても、はい、なるほどね、強い弱いだけじゃなく、関係なくああいう時もあるんで、まあ、そんな気にしなくていいんじゃないですかね。あ、なるほどですね、はい、あのガジエフ戦以降は近藤選手何か金井選手にアドバイスは送られました？全く送ってないです。そうですか、はい、以降どんな風にはご覧になってるんですか、この金井一郎という選手を。そうですね、やっぱり研究熱心な選手ですね、はい、真面目な選手ですね、まあ、すごい髪型してますけど、もうあれと全然180度違うぐらい真面目ですよね。そうですよね、はい、あの黙々と道場で練習しているっていうイメージがあるんですけども、はい、あとはですね、ボクシングがすごい好きなんですよね、はいはいはい、だからボクシングを自分の中でなんかものにしたいっていうのがやっぱあるんじゃないですかね。はい、なるほどですね。あ、確かにそのボクシングという、まあ、いわゆる自分の中で習得してきている部分をいかに試合に反映させていくかというそのプロセスがですね、これまでの試合の中でも見られてましたよね。パンチをですね、自分のものにしてそういうスタイルを作りたいんじゃないですかね、はい、あ、なるほど。まあ、もちろんそういった意味ではもうこれ言っちゃなんなんですけども、本人的にも一つここで奮起させなければいけないというのは、後輩である川村亮が今もうドーンと突っ走ってますよね、はい、それについてもやはり負けちゃいられないなという、そうですね、まあ、その辺は思ってるのかもしれないですけども、僕から見たらそこは別に気にしなくていいんじゃないかなっていうか、そこは気にしちゃうと叶えらしくないなっていうのはあるんで、あんまり気にしなくていいんじゃないですかね、まあ、本人はそう思ってるかもしれないですよ。さあ、そして現在のこのミドル級戦線でありますが、第6代王者の中西雄一、そして1位には SK アブソリュートの竹内譲、続いて2位にはブライアン・ラフィーク、そして3位にはパンクラスイズムの佐藤光というこういう構成図になっておりますが、まあ、やはり金井もそういうところにですね、いち早く手をかけたい、そうですね、気持ちはもちろんあるでしょうね。練習なんかしてると全然負けてないですし、はい、なんでしょうね、そんな全然結果とはまた違うところ、違う実力みたいなのありますね。あ、一瞬この今フリップが効いてますね、効いてますね。あーっと、これダウンを奪った金井一郎、これを奪ってました。近藤選手、これですよね。そうですね、これが欲しい、はい、試合開始1ラウンド。